はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組は今世間に言わせているホットな話題やかまことくまこのどこまで行くののコーナー、またセナナ TV で放送されている番組情報などなどじゃんじゃんお届けするセナナ TV 総合案内番組です。それでもやり直さないっていうねよろしくお願いしたいと思いますけどね。はい、どうですか有子さん。最近は今日祇園祭りやって。え、あれじゃ天神祭りちゃうの？あ、ちょっと違った。いろいろあかんなんけど。いろいろあかんね、頭が振動。まあまあこの収録の日の話ですけど、ね。あ、そうですね。はい。祇園祭りは特に終わってね。祇園祭りは特に終わってますね。うん、はい。はい、さてさて。あ、ツイッターが。ツイッター突然来たね。ツイッターが。ツイッターがね、まあいろいろなんかやや言われてますけど、いろいろなんか閲覧のね。うん。件数に制限かかったりとか、そう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 、なんかあれでしょ、何とかまでしか何個かまでしか見られへんみたいな制限かかったんですよね、うん、あれとまだ見られへんというか見るのはいけるけど、うん、コメントとかいいねとかができひんくなるのかな。数に制限があるんやっけかな。あ、うん、まあサーバー絞ってるんでしょうね。サーバーの API のコール回数をね。何言うてもわかんないな。そう、そのそんなツイッターでございますが、はいはいはい、あのマーク？マーク。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 あのロゴマーク？ロゴマークね。あのほらなんかあれ何の鳥やろなあれ。え？鳥のマーク。鳥のマーク。何の鳥やろ。いや、ツイートってあれやろ？ツイートってもともとこう。さえずるっていう意味やから。何の鳥やろ。いや何の鳥か知らんけど幸せの青い鳥やろそら。あれが、うん、X に変わると。X もうあれでしょ。あの僕見ましたけどウェブ版ではもう X になってますよ。うん。ダメーね。アプリはまだ、うん、そのまんま何の鳥かわからん鳥が飛んどるけど。ああそうそう、アプリはアップデートせんとね。うん。まだアップデートかかってなかったよ。はいはいはい、はい。今日の時点では。あ。そりゃそんな急にね、うん、言い出したから言うてね、うん、帰れんのウェブの方だけでしょうね、うんうん、ね、うん、何がしたいんでしょうね。いや、なんでしょうね。あの人考えることはもうなんかすごすぎてようわかんないっすわ、ね、うん、で、あのほら日本のツイッターは今までツイッタージャパンって言われてたから、うん、はい、これが X ジャパンになるのかって言われてるけど、バンザーイだよね。そう、でもその、はい、その X の YOSHIKI さんがツイッターで、うん、あれ X ジャパンって商標登録されてるはずなんだけどなみたいなことを挙げたかったみたいな。X 日本とかなっちゃいます頑張れ日本みたいなになれちゃいます。そうなんですかね。んなんかね、いろいろ X っていうのだけでもなんか、うん、ID かなんかなんかもう取られてるとか言ってます。あ、ツイッター内での、うん、ようわからん、うん、あ、ツイッター内で取られてる。あ、一文字とか取れるんや。一文字アカウントっていや、分からへん。何の話をしてたんか分からへん。あーね、もうこういうので大丈夫？え、大丈夫ちゃいます？大丈夫、何の話か分からへん話ここでしてマイクの前で何の話か分からへん話なんですけどとか大丈夫この番組。あの、大阪特有の知らんけど、うん、知らんけど前の時もツイッターの話した時に、あの文字数がいっぱい打てるようになりましたよっていう話、はい、4000文字かな、うんうん、なんか打てるようになりましたよっていう話でしょ、うん、あれも、うん、あのお金払ってる人だけの話やった。ああそうそう、あ、有料の人だけやったんや。そう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 、うん、そういう情報も流してないからね前回も。まあでも情報流す、大丈夫この番組。大丈夫。いや、情報流すっていうより、うん、言うたら井戸端会議みたいなもんですから。あ、じゃあ全部知らんけど。あ、全部知らんけどなるほどね。ね、うん、でもロゴマークって結構大きいからね。うん、イメージ変わるっちゃ変わりますよ ね特にツイッターなんかもあのね、何の鳥かわからん鳥がもう焼き付いてるからね。確かにね。でもまあツイートするっていうね、その、うん、なんていうの、鳥が鳴くみたいなことを、うん、そのままツイッターにしてるから、うん、そのまま使った方がいいような気しますけどね。なあ、うん、で、あの、まあそれに対抗してかわかんないんですけど、ね、うん、何でしたっけ、はい、あの新しくできたアプリ、あ、スレッズ、スレッズ、はい、
もうね、なんかまだそのキーワード検索とかは今の時点ではまだできないとか、まだ昨日網切り発車みたいな感じになってますよね、ちょっと。そう、結構なんかね、うん、もうその対抗してちょっとツイッターになんか不満が多くなってきてる時期やからみたいなのにあげたんちゃうか言うて言われてます。そうですね、うん、溺れる犬は棒でつつけってやつですね。なんかニヤッとして言うのやめてほしいわ。ねえ、うん、でもそんなね、アプリとかってめっちゃ増えてるじゃないですか。そういうことだから、ね、うん、その何だっけ今言ったの、うん、スレッズ、忘れんなや。2文字が限界、早すぎるやろ。蒸発するスピード早すぎるやろ。でもスレッズも、うん、言うたらインスタとツイッターがなんかちょっとガッチャンコしたみたいな感じでしょ。まあまあそうですよね、インスタというか、うん、まあ、メタ社がやってるツイッターみたいな感じですよね、ね、うん、でだからそなんていうの、その、うん、アップできるアプリ、うん、はいはい、アップできるアップできるがどんどん増えてるでしょ。アップできるっていうか、まあ、SNS がね、うん、増えてるってことですよね。そう、もうなんか疲れへんのかなと思いません。まあでも初期ね、僕ら、うん、ほらミクシーのあった時代あるじゃない、うん、あの時ミクシーしかなかったから、うん、逆になんか SNS 疲れ、うん、もうミクシーでなんかこう足跡ついたのに声がかからへんかったら、なんかちょっとやむとか、うん、なんかそういう、そなんかもうめちゃめちゃ入れ込む感じは逆になくなってるから、うん、いいんちゃいいんじゃないですか。いいんですかね、うん、分散されるから、まあまあね、うん、でもそう、うちの子もね、うん、あのやってるんですけど、うん、B リアルは知らんわ、ね、っていうのがあって、うん、あの SNS 言ったら SNS ってもう加工ありきじゃないですか、うん、加工ってどういうこと。写真の加工、あーあーあー、はい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 、うん、ありきじゃないですか、はい、もうだライブするって言っても、はい、もうめっちゃ顔シューンってなったりとかするし、目キョローンなんてする、そう、目キョローンの顔シューンなんて、火星人かみたいなね。そう、でちょっとなんかここら辺に 手とか行ったらもうなんか、なんか空間みたいな、あ、そうそう、ボッコってなるやつね、はい、そう、だから前それをつけて、うん、なんか歌配信してた人が、うん、マイクがグニャグニャなんて、格好強すぎてぐんにゃぐにゃだね、マイクちょっとやりすぎやね。それちょっとやりすぎやね。そうで、その B リアルっていうのは、うん、その加工なしであげるみたいな感じっぽくて、うんうん、面白い。インカメラと外のカメラと両方を映すんかな、うん、はい、なんかわかんないんですけど、うん、そう、へー、そうで通知が来た時にその時の今のリアルの状況を映すみたいな。へー、え、それも SNS なんですか。うん、あ、そうなんや、うん、それも、うん、結構海外での方が人気なのかな、わかんないけど、もう顔面もろだし、そう無加工顔面もろだし、そう無加工が当たり前っていう世界で逆に言ってる。あ、面白いですね、うん、それいいですね、うん、私も若干やっぱり、うん、あの肌加工とかするけど、はいはい、あのなんかする時とかね、はいはい、でも、うん、極端にその顎シューンとかなった時に、うん、なんか恥ずかしいじゃないですか。まあリアルとちゃいますからね。そう、うん、あれみたいな、うん、やりすぎるとね、うん、いやでもゲストの方とかありますよね、うん、そのなんかプロフィール写真こう事前に送ってきはって、うん、でここ来はったらどちらさんですかみたいな、ほんまわからない、ほんまわからない時ありますよね。割とシャナナ TV ってリアルな状況ですけど、うんうんうん、無加工ですもんね基本的にはね。まあまあね、ちょっとあの色味をね、うん、上げて、まあまあまあコントラストが高いとか、うん、まあ加工はしてないですわ、うん、その色味調整はしてるけどね、うん、そうとか、あとさっき言ってた、うん、あの足跡、はい、っていうのは、うん、そのミクシーの時もあったけど、あった あの他でもあるじゃないですか、 TikTok とかでも、うん、あ、そうかそうか、見られた、そう、プロフィールを見に来た人とか、はいはい、ありますね、ね、ありますね、ある色、いや、どうなんやろう、あった方がなんか交流のきっかけになったりとかするんかな、逆に行きたくなくならん、まあ、見られたみたいなのはね、うん、うん、あるかもしれないね、たま、うん、に、うん、行ってもうたっていう時パッて戻すんやけど、うん、あ、一緒一緒なんか間違ってこうね、踏んでしまったみたいな時とか ね、うん、ね、あるでしょうね。そう、だからたまにその足跡が子供のアカウントの足跡ついてたら、うん、おかんまた青のことやってるのバレたいつも青のことやってますからね、基本ね、
でも SNS 楽しいですよね。なんかちょっとシャナナ TV で最近ね、いろいろ SNS やるようになりましたけど、あのシャナナ TV、TikTok、うん、もう頑張ってちょっとね、うん、一歩も上がってへんかったのやっと上げ出したん で、 んでぜひそちらもご覧いただいて、こちらもご覧いただけますか。はい、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバのコーナーが始まったの。編集するときに実は飛ばしてる。自分のことを見れない、そんなときに思いつくのは奥さんをバカにしてやろうっていう気持ちだぜ。よくないよくない、良くない良くない。奥さんは実は今緑内障。おはようございます。かまこいらっしゃい。あら、ケイコ来てたの。はい、なんかあのすごい削られるなんか背縮んだわね、ちょっとね。本当に削られますね。ねえ、一切触れずに行きましょうかね。ね、はいはい、前回なんか、はい、アミコと来たんだけど、うん、なんかススって行かなかったね。そうですね、ちょっと予定急に逃げてかなかった。予定があったというか、ね、目も合わさないで、あなた誰とも喋りたくなかった。あ、そういう気持ちの時あるわよね。そうなんです。歌やってるとね、はい、分かる分かる、はい、すいません、はい、もうね、はい、そうですか。じゃあ今日は健康体調復活で、あ、そうそうそう、久しぶりなんでね、うん、そうですね、ちょっと前回はあれでしたけれども、はい、健康に読み上げていただきましょう。全く見えない。見えない。はい、はい、今日は、うん、はい、はいはい、この人すごい、はい、あ、これは今現在でも昔の偉人でもってことですかね。はい、そういうことですね、うん、何でもいいんですか。何でもいいでしょう。もう自分が思うすごい人ですよね、うんうんうん、尊敬する人であったり、尊敬する人でも、まあ、影響を与えてくれた人でもあれ、うんうんうん、どなたでも、うんうんうん、まずじゃあ健康ちょっと聞いてみましょうかね。ああ、そうですか、僕ですか、うん、僕のいきなりなんですね。なちょっと今あのケアしてたんです。ケアケア僕から、僕から行きましょうか。はい、もう、はい、あの僕、あの社長どうでしょうって番組やってるんですよ。あ、じゃあ、いろんな社長呼んで、うん、ね、はい、やっぱりね、毎回いろんな人来てもらうんやけど、うんうん、やっぱりね、みんなすごいなって思いますけど、なんかね、この間ゆうすけ君に来てもらって、はい、もう彼もすごいなって思ったんですけど、うんうん、なんといっても僕が一番すごいなって思うのは、うんうん、あのカマコの絶倫具合よね。そう。カマコがすごい。カマコがすごい。なるほどなるほど。すごい絶倫なの。あのね。そうなんです、うん、見たいか。見てない。すごい絶倫なの、ね。キャラ一応まあそれで、ね、どんな感じなんですか。定着してるの分かりますけど。なんかすごいらしいわよ。奥さん。話がね、取り歩きしてるのかもしれない。だからね。見たんかって。人の成就を見たの。まあ、友達をすごいと思われる。どれぐらい絶倫なんですか。どれぐらい絶倫、はい、どういう質問ですか。100のうちいくらですか。100のうちいくら。100のうち、はいはい、100、マックスが100ってこと。マックスがスーパー絶倫。はいはいはい。で、ゼロが絶倫。じゃあスーパー絶倫がわからんて。スーパー絶倫が、すいません、置いてけぼりにしちゃった。まあ、もうじゃあ絶倫しましょう。絶倫と呼ばれる
がもう100ぐらい。そ1日にどれぐらいとか、うん、そういう。あの、数？いや、時間と数と両方とも。あいや、あのね、まあちょっとそれはまあちょっとあれなんですけど、はい、ね、朝？朝。起きた時。うん、はい。はもうだいたい周り聞いてもなんですけど、はい、僕全然ですね。ああ、あり。はい。あり。ありというか、ありという、まあ。テントがこう基本大体そうですね。あそれ今もですか。今も、まあ、ちょっと今ってのはどうなの。今いや今じゃない朝起きた時言うたでしょそうです今もです。あ現在ってことね。今もです今も張ってるでしょテント僕の年齢で言うとってところなんですかねやっぱり。いやすごいですよ。失礼ですけどあのおいおいで55ですね。もうだから今年購入すると完璧ですからね。ああすごい、まあ、それだけじゃないかな、うん、あのやっぱりこう体を動かすの好きやってね感じてるんですけど、はいはい、それとまあ、あと食事かな。あ食事も気をつけてますもんね。そうですね、まあ、食べることも好きなんで、うん、まあ、お酒も飲むしタバコも吸うからっていうところもあるし、ね、うん、まあ、意外となんか意識してなくはないですね、そこは、ね、なんとか。うん、どれだけ絶倫になれるかってことを一生懸命考えてらっしゃる。何回も言ってますよ、最終ターゲットが絶倫ではないのでないので、うん、まあまあいいですけどね。そうなんです、うんうん、だからいつも僕は尊敬してるのやっぱり、うん、あはい、やっぱ誰が何が一番すごいって、うん、カマコよ。あ確かに、うん、カマコすごいな。どうやったらだからそうなるのっていつも聞いてるのね。これ不老不死がだってそうそうテーマですテーマ、まあ、不老不死に近づいやいや近い存在、うん、なるほどね。いやそれはありがたいわ、うん、じゃあ僕行ってもいいですか。どうぞどうぞ。これはね、まあ今テレビ見ててなんですけど、うん、はい、ね、もうスポーツ界では大谷翔平選手、ああ、ね、大谷さんすごいな、あれなってますけど、僕個人的にすごいな思ったのがね、うん、あの藤井聡太七冠、あ将棋の、あ将棋の人ね、うん、まだ二十歳になったとこかな。ああ七冠、まあ僕将棋のこと全然わかんない。顔30ぐらいですけどね。まあ出てきた時ねまだ高校生やったのかな。うん、で、あのまあそれぞれのタイトルをこう総なめにしていって、うん、でなんかね勝負飯とかも話題になりましたけど、うん、あのね何がすごいかあれって。将棋っていわゆるこう脳みその格闘技ですよね。はい、何手も先を読んで、うん、それ AI が勝てないらしいですよね、先読むのを。ほんでね、ほんで、そう、何があってね、あの、この人すごいなと思ったのは、あの、ね、インタビューでね、はい、もし将棋の神様がいるとすれば、うん、何をお願いしたいですかって言われる。うんうんうん、で、うん、他の名人の人にも聞いていくわけですよ、うん、やっぱりなんか、将棋のこの技をいつでもスムーズに使えるようにお願いしたいとか、ね、あの無敗でいきたいとか、うん、普通まあそういうあれなんですけど、うん、夢がある。藤井聡太七冠言うたらすごかったのがね、うん、ぜひ行ってお手合わせしていただきたい。おお面白いびっくりしないですか。めっちゃセンスいい、かっこええと思ってね。山の石川君が出てきた時と一緒ですよ。やっぱ本物の天才ってやっぱなんか発想が、あぜひ行ってお手合わせ願いたい。なんか素敵、かっこええでしょ。もうちょっとほんまに虜になっちゃいましたね。言えたらいいなあいうことって自信と敬意を兼ね備えた答えですよね。そう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 、100点の答えでしょ、うん、ほんまにそうやわ、ね、思いましたね。まあ、他はもうだからそのね、さっきも言ってた大谷翔平選手とかもスポーツ界でも、まあ全然ね石川遼君でもそうですけど、うん、いやこの藤井聡太君はすごいなと思って、ね、うん、やっぱプロ中のプロなんですね、ほんとね。ちょっとね風刺も効いててとか、ジョーク混じりもあってとか、うん、センスいいわ、ね、出ないでしょ。でん出ないでしょ。出ないです、出ない、ぜひってね、うんうんうん、いやなんかそう考えちゃいましたね。それここのメンテスの朝終わったのあなた僕ですか。ああ僕はそうですね、あの、うん、まあ お付き合いしてるというか、はい、あの仕事お付き合いさせていただいている、はい、の漁協の方ですね。あの漁協、はいはいはい、漁業協同、あそうですね、はい、で、あの名前はあれですけど、うん、まあ、この前船の映像とか撮りに行かせてもらって、はいはいはい、でまあ
それホームページとか使ってもらってるんですけど、うん、でもその社長す延々喋るんですよ。いますね、そういう人ね。すごいですね、うん、本当にもうこっちが何も挟む隙間もないぐらい怒涛に喋って、僕あんまり普段喋らないんで、うんうんまあ、すごいなと思って、まあそのインタビューで1分ぐらい撮影させてもらいますって、なんかこうね、社訓とか大事にしてるものとか教えてくださいっつって回し始めたら3時間ずっと喋ってて時間いますね、でもそういう人ね、いつ息すんねんって、ね、そうなんです。でも全部違う話してて、すっごいそれだってやってんだなと思ってホームページ見たら、あのその社長喋る以外にも、うん、なんとあのシングル2枚出してる、うん、あ、歌を歌ってるの、歌も、はいはいはい、歌もやんだみたいな。 おいくつの、もう多分80近い、それはすごいやるなと思って、まず漁協の会長さんなんですけど、はい、そう、ここだけこれだけバイタリティやったらそういうことできるんだなと思って、本当身近にすごいなと思うと、はあ、海の仕事の人こそ絶倫な感じしますよね。しますね、しますね。なんか、うんうん、女の人、海女さんとかでもすごい元気じゃないですか。あ、ね、海女さんが元気っていうのはちょっとあんま分かんない、まあ、絶倫とかじゃない。いやだって海の男が真っ黒に焼けてて、はいはい、こう出会い系とかでもう引っ掛けちゃったぜみたいな流れかと思った、うん、海女さんですか。海女さん、海女さん実際に見たことないですか。あの和歌山とかでショーでやってくれたりする、買い取ってくれるとか。いや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 、びっくりしますよ。みんな70を超えて肌ツヤツヤですよ。はあ、あんだけもう紫外線浴びまくってんのに。はあ、うん、いやそうですよ、そうですよ。でしかもあれボンベつけないからね、素潜りでしょ、うんうん、で何分も息止めてはるんね。何分も、そうそうそう。でこの間に取ってこう上がってきてなんで、体力あるんですよ。すごいですね。絶倫なんですか、そして。なんでも女性の絶倫なんで。え、ほんだら海潜ったらええんかな。いやまあその辺は分かんないですよ。結構だから荒、うん、い現場じゃないですか、海自体が。じゃあなんかそのポイの時も息止めてんのかなと思ったら、ちょっと誰も喜ばないですけどね。でもあれでしょ、息止めるのをなんか割とやってると活性酸素が除去されるから、うん、あ、そうな、呼吸法、うん、なんか割と息止めるとかはいいらしいですよ、最中に。いや最中なんじゃなくて健康法として、健康法として、うん、はいはい、息止めるのがいいんですか。そう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 、うん、何だっけ、ロングブレスダイエットって一時流行りましたね。そうなんや、俳優さんの、ね、うん、三木亮介さんやったから、うん、なんかこうお腹からちょっと息を吐き続けるみたいな、へぇ、一時流行りましたよ、なんか。え、海潜るだけじゃ、え、海潜ることはその近道なの、そっちへの。あのね、すごい、すごい目キラキラしてます。え、なんでこの話題でいきなり。いいですか、活性化、はい、活性化ね。推測なんですけど、はい、まあ、海ってもともと荒い現場じゃないですか。荒いですね。そこにまあ体力が陸より使うわけですよ。扱いますね。そうですね、うん、そこへ来てそれこそその呼吸ですよ。呼吸、うん、吸うて吐いてのこう繰り返しが陸よりもこうきっちりできないと、きっちりできないとね、もう水泳選手の体型がすごいバランスいいので、それに関係してるんちゃうかなと思うんですよ。ああ、あとあの呼吸は入るでしょ。棒のシュノーケルずっと加えてますしね。ねえ、結構立ち読みとかする？そうですね、しますします。加えてる系の雑誌は見ます。加えてる系の雑誌は見ますね。まあ、買えないんで、もう買ったらだって奥さんに怒られちゃうから。ああ、なるほどね。え、そう、今でも書店でその売ってるの？売ってますよ。ちゃんでも今の書店はもう立ち読みできない、うん、あの封が貼られてて、うん、あなるほど、そういう写真的なやつは、うん、そうなんです。だから表紙で、うん、ね、誰が好きみたいなのをやるしかない。やるしかない。神ね、神やっぱ強いですね、いまだにね。あ、そうなんや。神の、うん、まあ今もこういうスマホかタブレットでみんな見てるんでしょう。はいはいはい、うん、神やっぱ買う人いてますよね。なんか所有してる感じがしますよね。まあちょっとね、その立ち読みで話ずれるかもなんですけど、はい、
あのさっきね、はい、ちょっと写真集の話をしてまして、ああ、うん、で今やっぱり写真集は立ち読みなわけですか。立ち読みになるかな、立ち読みして立ち読みしてるんだ。立ち読みしてる、うん、ね、今もなんですけどっていう。あ、どうもテント張ってます。すいません。で、ね、あのちゃんと調べてないんで分かんないんですけど、はあ、一番売れたんって何なんやろうなと思っていろいろ話して、写真集、ああ、はいはいはい、多分ですよ、推測ですけど、はあ、篠山騎士の写真家の、はあ、と、あの宮沢りえさんの、あ、多分ね、宮沢りえさんって僕も思った、サンタフェでしたっけね、あったあったあった、ヌード写真集、うんうん、何の予告もなく次の日新聞の一面にドーンと出たんですよ。忘れもせえへん、まあ、年食っちゃったか覚えてないですけどね、はあ、何歳の時でした。だからそれ20代か、まあ、20代以下は多分ダメやのと思うんですけど、おー、もうそんな若い時ですね。でね、そのお母さん有名な方いらっしゃるじゃないですか。リエママさんって呼ばれてた、はあ、マネージメントから何から、うん、あの人が多分提案かなんかしたんですよね、あの若い時やっとけと、今のうちにやっときなさい、うん、はあ、でも、うん、ものすごいマネジメントですよね、うん、めっちゃ一番売れたんちゃうかな、ちょっとどっか古本屋さんとか見に行こうか。そう、ね、テント張っちゃいます、テント張っちゃいます、はいはい、はい、ありがとうね、ありがとう。嵐の中でもテント立つ。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、お帰りなさい。ということでね、我々も SNS 頑張っていきましょうか。はい、ね、でね、そのショートムービーじゃないですか、うん、あの TikTok とか、うん、ああいうのってね、うん、そのショートムービー撮るのに結構大変じゃないですか、うん、まあね、ネタとかね、うん、ネタとかね、そう、だから常になんか、うん、このスマホ持って、うん、カメラつけてうろうろしてて、うん、もう TikTok のネタなんか困るわ言うてスタッフとか映しまくってたら、うん、今日も怖っこれからって言ってましたよ、スタッフの子が。あ、マジで。でも面白かったですよね。いや、もうビビってますよ。あ、ビビってる、何されるかわからん。あ、ドッキリできないやつ。そうそう、あーねー、背中に今日もね、あのなんか局長ですっていう紙貼られてました、ね、そう、スタッフの子にね、はい、やってもらって、ね、一番怖いの俺やねんけど。いい、あの局長は何してもいいから、俺には何してもいいから、何してもいいから、むちゃくちゃしていいから、今週もむちゃくちゃしてまいりましょうか。バナナ TV。